せてあげる安心しておかい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 ある日を見て快晴の日に取れたアサリを酒蒸しにしてみたよ。作り方は次の通り。かい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 、まずはそなんのキッシュタレ。鷹の爪とニンニクを炒めて、アサリと酒を入れたなら、蓋をして口が開くの待ちましょう。私の好きなアサリの酒蒸しあなたと一緒に今日は食べたいの。仕上げにお醤油とバターを溶かしてこれ